どうもこんにちは、鈴木の家の鈴木です。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今回はねこちらです。リベンジ、じわーん、アスパラガスの植え付けをやっていきたいと思います。はい、こちら見てくださいよ。ねえ、でっかいでしょ。今回アスパラガスの大株ってやつをね植えていきます。はい、前回ね僕植え付けの動画プランター編ですけど出してます。はい、でその後どうなったんだってね、あれ見た方思ったと思います。はい、結論から言います。枯れました。原因は単純に僕が水やりを数日やらなかった。でプランターだから水不足で枯れたと。まあ僕の管理不足でした。でまあその時はね 1,2 本ね収穫したんですよ。で 1,2 本収穫して、じゃあ次生えてきたやつらを収穫して食べる映像を撮ろうって思ったんですけど枯れました。で今回リベンジしたいと思います。ちなみにアスパラガスの植え付け時期なんですが、こういうね大株植え、大株だとねこんな感じでね12月から3月に植え付けです。で収穫時期が4月下旬から9月下旬という感じになってます。まあ春から秋に収穫って感じですね。まあ12月から3月ってね一応これ書いてあるんですが、多分ね売り場に出てくるのは春ぐらいだと思います。はい、2月から、3月4月に植え付けだと思ってください。12月1月はまだちょっと寒すぎるんで、まあ余裕がある人はやってみてください。僕は今やっています。今ね1月下旬です。はい、愛知県、中間地で、やります。はい、ちなみにこれ DCM 缶まで買いました。値段がね1株1480円、税込み1628円、高え。はい、高いけどこれ大株植えなんでもう1年目から収穫できます。はい、で見てこれもう生えてるんですよ、芽が。うん、生えてます。なんでねもう植えてすぐに多分収穫できると思いますんで、楽しみです。で今回ね、はい、3つ買ってますんで、今回ね土作りして、3株ね植えていきたいと思います。ではまず土作りからやっていきましょう。はい、今回はね畑の一角こちらに植えていきたいと思います。でアスパラガスはね植え付けしたら10年間収穫し続けれるんで、畑のね邪魔にならないところに植えていきたいと思います。
はい、ここに3株アスパラガス植え付け終わりました。もうね、芽が出てるやつで買ったんで、多分1週間もしないんじゃない、多分2、3日それぐらいでもう収穫できると思います。まあ心配なのはまだ1月下旬で寒いんで、室内にあったやつをね急に外に出したんで大丈夫かなっていう、その心配がありますけど、はい、まあ、とりあえず楽しみです。うん、今週末ねキャンプ行くんで、はい、アスパラガスね収穫して食べたいと、焼いてね食べたいと思います。ちなみにアスパラガス皆さんどうやって食べますか。まあこんな話どうでもいいや。はい、では、この動画アスパラガスのねリベンジ編ということで、植え付けしました。とりあえず多分ね園芸店ホームセンター行けばね、あるとこ行けばあると思います。はい、寒冷地、寒い方ね、東北とかそういうところはまだ売ってないと思いますけど、中間地とかね、西の方とか、はい、そちら辺行けばね売ってると思います。うん、まあ2月3月になってれば絶対売ってると思いますんで、ぜひ探してみてください。あ、そうだ、でちなみにアスパラガスこれ大株なんでもう収穫できます。ただちっちゃいね苗、まあポットとかで売ってるやつだと来年次の年からじゃないと収穫できません。はい、ていうか細いやつしか生えてこないんで、なんでその点だけご注意ください。早く収穫したいという方は大株、今回アスパラガスカームさんでサイズが書いてあったんで、はい、確か値段はね高くなると思うんですけど、 M サイズから L サイズ、 LL サイズ、今回 LL サイズゲットしてきたんで、まあ、できる限り大きいやつをね植えたら問題ないかなと思います。はい、ってな感じで今回アスパラガスの植え付けでございました。この動画参考になった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。はい、はい、ちなみに私はアスパラガス今回ね焼いて塩で食べたいと思いますね。持ってけたらねオリーブオイルとね、絡めて食べたいなと思いますね。皆さんどうやって食べます？ベーコン巻いて食べますか？うん、ねちっちゃい頃はねベーコン巻いて食べるやつあれめっちゃうまかったんですけど、今はなんかね素材の味を楽しみたいみたいなね、そんななんか大人な感じが感じをねちょっと楽しみたいというか味わいたいというか、てかほんとねなんか結構なんかそんな濃いやつとかあんま食べたくなくて、もう味素材そのまんまのやつ食べたいって感じです。はい、まあ生そのまま食べるとあれなんで、ちょっとね塩味が欲しいんで塩ぐらいはつけますけど、はいね、好きな食べ物何ですか皆さん。僕はね、なんか好きな食べ物何ですかって聞かれるとね困るんですよ。はい、基本何でも好きなんで椎茸以外、はい、まあそれもね食べれるようにはなったんですけど、まあ食わず嫌いでまだあんま食べてないです。うん、で、まあ、旬なもの、うん、旬のものが僕は好きですね。旬のものはね、もう全部うまいんですよ。はい。で、何やったってうまいです、旬のものは。はい。どう調理してもうまいんで、うん、旬のものは好きですね。はい。あとは、まあ、茄子かな。うん。茄子が好きです。茄子の煮浸し。あれ大好物です。何の話をしてるんでしたっけ？アスパラガスか。まあ、こんな感じでアスパラガスはね、一回植えちゃえば、ずーっとね、永続的にね、生えてくるんで、はい、元取れると思います。美味しいアスパラガス。ね、ちなみにアスパラガスね、旬っていうか、もう収穫してから鮮度が命なんで、味がぐんぐん落ちていくんで、はい、取りたてを食べたいって方は、ぜひアスパラガス植えてみてください。はい。では、最後にご視聴いただきありがとうございました。ではまた。